それでは早速ご近所ハピネッツのコーナーです。ここスタジオアルベのある秋田拠点センターアルベから目と鼻の先にオフィス練習会場がある秋田ノーザンハピネッツを椎名ちゃん目線で深掘りするコーナーということで、改めてご紹介いたします。秋田ノーザンハピネッツ背番号51番古川貴俊選手、よろしくお願いいたします。お願いします。早速ではありますが、今シーズン、古川選手から見て、秋田ノーザンハピネッツいかがでしたでしょうか。はい、チャンピオンシップ出場というところでは良、かったのかなとは思うんですけども、目標としてたものは優勝でしたし、なかなかうまくいかないこともあった中で、いろんな経験ができたので、今後につながるシーズンだったのかなとは思います。はい、はい、中村さん、コメントを、ね、昨日の決勝戦、ファイナルを見て、それでやっぱり、ね、あそこ行って比江島が活躍したのあるんだけど、今村が頑張ってて、ああこの子いい経験してるなって、負けてもな、もう来シーズンあたりからちょっと1、2枚になってくるかなって、だからやっぱり今ベスト8だから、もしファイナルぐらいな行けると、お前は経験あるからな、はい、最高、そうですね、最優勝だってね、そうです、初代 B1MVP、 あの時比江島いたの？いないです。比江島どこから来たんだ？三河です。三河、僕がいなくなってからなんです。あ、そうか、取ってんだもんな、だからなあチャンピオンだよな、チャンピオン。いやもうそれ以外ないです、ね、あれで大きな男がよ泣くのよ、あれやっぱりいい、泣いてます、ね、あれ感動するな、いいな、でも強くなるよ、一応目標がプレーオフだから、プレーオフ、チャンピオンシップだから、今年のそこまで来たから、ね、前田からな、前田へとこうして約束だからいいぞあと2年で、そう簡単に首切るなって言ってるの、いいコーチだからな、いいコーチだもん、だから期待してんだね、そのためにも古川さん頑張らなきゃいかんな、はい今年良、はい、かったからな、怪我もしないし、珍しく怪我しなかったの今年珍しく、めちゃくちゃコンディションは良かったです。3シーズンいて、1年目も2年目もちょっと怪我が重んでしまって、相当不本意だったんですけど、今年はコンディションで言えばかなり良かったんで、パフォーマンスは、そうだな、ちょっとあれなんですけど。1年目の怪我はどこに？膝を、ちょっと接触した時に膝をやってしまって、練習稽古不足だから、怪我はようやく最近目覚めてトレーニングでも、でもね、秋田をやっつけるにはやっぱりお前とグリーンをやっぱり抑えようって、グリーンはこう見ててもね、俺は頭よくは見えないのよ、バスケットかな、もうちょっとなんかこううまくやればグリーンはな、やればうまくいくかなって感じも何回もあった。ただ素人にしてみれば分からない、やっぱ点数だから、点数は取れるからな、だからでも相手から見たら2人をまず抑えれば、途中からやっぱり抑えてきた強いチーム、必死になってね、彼はみんなファイトオーバーってついてベタベタついていけばいいのよな、それでファウルは別にいいんだって、全然大丈夫だってな、だから今度はあれだな、それ今度どうす、なおかつな、どうすかだな、平島のトラベリングみたいなステップも覚えろ、あれはやりたいですけどね、僕膝壊すかもしれないです、あんな動きする逆にもうちょっとつもしなくてもあんなしなやかな動きはもう全然、もう得点能力はあるよな、古川はな、魅力はあるな、90でな、でもみんな抑えにかかるよ、それでやっぱりね、ピックアンドロールとハンドオフが多いんだけど、やっぱりカールする状態をもうちょっとやってもいいかなって、ゲーム中にあれやっぱ結構ノーマークになってくるんだよな、そうですね、もうちょっと中にアタックしていかないと自分のプレーもあんまりいきないなとは思う。やっぱりね、ビッグセンターでいいのを取ろう、やっぱりね、中に起点があるともうちょっと楽になるじゃん、でもクーリーはな、審判とあんまりな喧嘩するなって見てていちいち審判に文句あるわけで、クーリーはな、
けどいいセンターだわけやっぱり、うん、秋田とも邪魔になるわな、うん、あのセンターはな、いやもうあのなるな、わけわかんないっすもうなんか壁がいるんで、やっぱりそうだな、でかすぎて、でかいな、はい、ああいう、いや一人は欲しい、もうどうしても欲しい、うん、もうこれからこの上行くにあたってはな、あの周りのちょこまかしたのはいっぱいいるから、うん、秋田は捨てるほどいるからいるいるいる、なかなかもうほんとみんなな、それぞれゲーム出たらきっとね、時間もらったら活躍するよな、大きな欲しいな、ちょっとなドスンとしてな、サッカーのトップがそうなればいいんだけどな、あとアジア枠とか帰化選手で大きな人が欲しいな、そうだね、そうだね、だって監督として考えるのはそれよりないわけよ、シーズン始まってすぐもう来年のこと考える、はい、誰かいないか誰かいないかってもう1年間狙い定めてそういきたいわけよ、まあ変わるだろうからな、構成もちょっと、うんうん、そうですね、ちょっとどういう風なメンバーになるのかもね楽しみですけれども、まあ、先ほど今シーズンは怪我が少なかったっていう風なお話もされていましたが、でその 1,2,3 年目でこう自分でこう何か工夫されて怪我がないシーズンになったっていうことなんですか、なんか新たな取り組みをしたとか、もう自分との会話ですまあ、別に全然やってなかったわけじゃないんですけど、やっぱりこういろんな経験してきたんで、うん、いろんなところやっぱり、まあ、僕個人的にはまあ34にもなりましたし、やっぱり毎年毎年いろいろとこう変えていかないと、はい、年を重ねていくと若い頃と違って少しずつ、はい、あの変わっていくんで、はい、いろいろとこうマンネリじゃないですけど同じことの繰り返しだとやっぱりどうしてもこう体が、うん、追いつかないというかうまくいかないこともあるので、もう少しの変化だったりとかっていうのにこう敏感にこう、はい、対処というか反応してできるようにはしました。はい、34か、34です、もうちょっとかも、あと3年ぐらいじゃんいやいやいや、なんかその僕はもういくつになっても走り回りたいんですよ、ね、あそうか、いいな、走り回れるぐらいからな、あんな肉体的に本当いるからな、うん、そういう選手もな頑張ってるな、うん、そっか、じゃあまた大丈夫だ、僕はもう年齢は言い訳に絶対したくないなという思いでこういろいろとやってるんで、体のケア大変だよ、まあ、いやもうなんか、はい、もう毎年毎年それに割く時間が増えていく一方で、そうだろうな、はい、酒は飲むのか、僕全然飲まないです、飲めないのか、飲めないことはないんですけど、もともとそんな好きじゃないので、本当、はい、だって俺もトレーニングだな飲むためにトレーニングそれでもいいな、やっぱり酒とかタバコはダメだからな、選手はな、ね、まあじゃあ毎年毎年そうやってもう自分の体の、まあ、微々たる変化にこう気づけるようにあのかなり気を使ってやってきていらっしゃったという、ね、はい、ことですね、まあ、チャンピオンシップ出場という、まあ、悲願が叶いましたけれども、まあ、その時のチームの雰囲気や古川選手自身どういう思いで迎えましたか、まあ、チームとしてはそうですね、まあ、初めてっていうのもあったので、まあ、良くも悪くもどうなるかなっていうところはありましたし、まあ、個人的にはまあ、失うものもない中でやっぱり思いっきりやってきたことを信じてシーズン中戦ってきたからこそ掴み取れたものでしたし、もう思い切ってミスを恐れずにやることがいいんだろうな、でなおかつその中で楽しめたら結果もつながってくるのかなと思ってましたし、まあ、僕個人としてはかなり気合は入ってたので負けたくなかったので沖縄だしな、はい、っていうのはあったんですけど、はい、ちょっとまあまあまあでも結果はちょっとうまくつながらなかったですけど、はい、あの試合琉球との試合後の会見で男泣きもされていましたよね、はい、僕覚えてないですね覚えてないですね、そう泣けるんだいや僕にだって感情ありますよ俺ね最近の監督な、うん、久保田とか、うん、井出口たちが優勝するとねあそこで泣くのよ、うん、マイク持って、うん、俺汚ねえお前らあれだけいじめておいてな泣くといい人みたいに見えるじゃん
俺もね、勝った時一回泣こうと思ったけど涙は出ない。俺泣きたかったな。そうなんですか。今泣いたことありますかって聞こうとしたんですけど、ないないんですね。泣く努力はしたけどない。いや、そうか、泣いたの。そうなんですよ。来たね、あれは。いやいや、ちょっとあのね、なあ、それとみんななんか、うん、泣くとみんなドキッと来るな。黒川あたりが泣いたらな。うわー、来たね。そうか。そうです。まあ、あれはこうやっぱ試合後の悔し涙なのか、それともまあブースターさんからのコメントとかをこう言ってる最中に結構こう感極まって、うん、まあワンシーズン含めてもう全部です。全部試合の結果とかっていうことももちろんそうですけど、ファンの皆さんの声をいただいて、でシーズンが始まった当初から自分がどうやってこれたか、チームとして何をやってこれたか、いろいろ考えた中でかなり悔しかったので、その思いがちょっとこう止まらなかったかなっていう。あの時の気持ちを教えて。負けて負けて、あと練習をしなければ一回いけないっていう。あ、最後のね、あそこまで最後な。おう、あれはラッキー。うん、対戦相手が3円、俺あそこいるから、俺ずっといつも聞いてるわけよ。3円の、社長からいかに大変かっていうのを、3円だわけよ。これ負けるわけがないじゃないですか。あともう一つはね、川崎と千葉が一つ負けたら勝てない、優勝できないわけよ。はい、普通はちょっと手抜いてね、こうやられると困ると思ったら、あいつらも必死だわけよ。ナイスだったな。でもいけた、これもあれだからな、いけたな。本当は自分たちの力で掴み取りたいんですけど、ちょっとまあ不本意ながらちょっと他力本願じゃないですけど、ちょっとああいう形になったのは。でも良かったな、ね、それも良かったな。そういったのはな、一応ね、みんながこいつらはね、優勝って聞いて、俺はそんなの無理って。始まる前にな、いや監督も女選手も、俺らは今シーズン優勝って無理ってな。ただあそこまで行け、いや俺も思わなかったけど、よく行けた、本当によく行けた。あれで本当はな、ただ良かったかどうかはやっぱり来シーズンだな。来シーズンの成績見て、もうあれだな。まあ、ああいうのが1回で終わるっていうのは意味がないっていう選手ですけど、つなげていかないと、本当そうだ。やっぱりああいう経験っていうのは選手それぞれも大きなものだと思いますし、それをいかにそれぞれがこう思いを持ってやれるかだとは思います。ね、結構こうやっぱチャンピオンシップ受け負い人みたいな感じで最初は秋田に来た時も言われてたと思いますけれども。そういう感じだ。やめてもらえませんその言い方。ちょっと、いやそうなんですかね。それでそうだ、実績があって喋りもいいじゃないですか。なそれとあれだな、次どこ。それももう考えなきゃな、ね、でも34だったら次何やるかとかな。あれですか、引退した後の話ですか。引退した後の話ですか。いや当分引退なんてするつもりないんで、ちょっともうバスケットをプレーするっていうこと以外ちょっと考えれないかなとは今はまだ。はい、けどね、監督も楽しいよあれね。実際やってるとプレーって言うけどね、コーチやると楽しいよ、本当楽しい。こんな楽しいもんと思うくらい楽しい。物を伝えるのが苦手なんですよね。だから言いたい、あの織物もほら、織物も自分は監督無理かなってタイプ、うん、俺よく言うのはサッカーの沢女子の、はい、あのくらいやるとな、どっかの監督と思うけど自分は無理。要するにやっぱ感性で食ってやってたって、うん、ああそういうのもあるなって。俺は頭良かったから。そうか、今聞こえなかった。いや、どんな。まあ、でも楽しみだな、はい、これからも。そうか、選手としてのこれからの動向も気になりますし、まあ、セカンドキャリアの方も気になりますし、ね、両方期待ですけども。ずっとやるって。でもよ、誰かがインドアズに行けダメだから、ユートヤとなった時言うからな、もうやめろってな。いやもう
もうギリギリ捕まってますヨタヨタしてても切ってやる切ってやるこのトレーニングもしてるんだちゃんとちゃんとこのも鍛えてそれがそうかバッチリなるほど本当にね様々な多分努力をね、うん、血の滲む思いで多分されてると思うんですよ、うん、はいね、で先ほどチャンピオンシップちょっと決勝のお話もありましたが、いよいよチャンピオンが決まったと、うん、宇都宮ブレックスですね結果がこちらでした、はい、どうですかまず古川選手から見てこのファイナル決勝の試合っていうのはご覧になられましたか。はい、はい、どうでした。いやまあなんでしょうね複雑な思いで見てるのが正直なところですけど、うんはい、元いた場所ですからね、うんはいはい、なんかどっちも負けないかななんて思いながらどっちもそうですねどっちもにいましたねいやだってやっぱり自分たちがそこに行きたいのが強いんで、うんはいまあ、ちょっと今のは失言だったかもしれないですけどすみませんただやっぱ悔しい思いの方が強いんでそうですよね、はい、中村さんは決勝は、まあね、波座とかね、キーは、うんうん、波座と、まあ、比江島と今村を比べるにはちょっとやっぱり差があるそれは無理だったまだ、うん、今村は、うん、だからそれは比江島の方がはるかに上ですよね。古川と比江島で争いって言ったらこれはいけって、うん、当然五分の状態でいけるだろうけど、うん、今村のキャリアから見たら何それでああいうやっぱり比江島のような役割をやっぱり切っていって何かをこうアクセントを起こすのは波座だった、うん、それから岸本もけどやっぱり岸本シューターだからもともとが、うん、最近ようやくドライブを覚えてねやってるけれどもでもやっぱり波座の分が大きかったかな。だから琉球のブースターはかわいそうだったな、うん、あそこで波座なんだよって、うん、俺やっぱり波座と比江島だと思った最後こう決めていくのはな土壇場で決めるのはけどずっとそっちの方がちょっとかわいそうだと思ったな、はい、波里に言いたい、うん、優勝するまでやめるな、うん、この悔しさはな、うん、全部これからな、うん、背負って頑張ってほしいな。でもいい試合だったよ、はい、なかなかいい試合だった、うん、それねでもゾーンになフリースローからゾーンプレスにゾーンかなと思わせてからマンツーにマッチアップしていく。だから本当オフェンス秋田にも言いたいゾーンだった時にゾーンもマンツーも通用するようなオフェンスはやっぱりね2つぐらい持ってほうがいい。 それでこうねあれなんとこう迷って入っていったんだ実際はこう琉球は宇都宮のね2-3気味のゾーンみたいなのからこういやマッチアップしていく。それにちょっとこう戸惑った。だからあそこでやっぱり俺あれもったいないなとちょっと思った時間帯がな。まあそれも作戦のうちだからな、うん、ただ俺は桶谷の方が好きだからできたらそこだね、はい、だって桶谷のお父さんが俺のファンで桶谷俺には絶対勝てないだから俺大好きなのそういう大好きそういう意味ね、はい、そういう意味ですなあそれであのねいや沖縄の応援はね秋田とまた別なの雰囲気がもう何とも言えない。沖縄のブースターっていうのはね、うん、秋田は秋田なの沖縄は沖縄これは二強なんだこれ、うん、これから見れば、うん、このブースターのね、はい、お前分かるだろうけどな、はい、これをなやっぱりねバスケットはやっぱりあの国技というのは国権威だから、うん、なバスケットは、うん、それくらいすごいバスケットやってることはな。本当にどちらも、まあ、秋田も琉球も熱狂的な、ね、ブースターではあります。でもやっぱり平時はすごかったな。そうですね、はい、日本人が活躍して勝つことがやっぱり嬉しい、うん、外国人が入ってこうやってるけどやっぱりそれは必要なんだけれども結果的には日本人がどう成長していくかで、うん、それがこの日の丸につながるから、うん、それはな、うん、だから頑張ってほしいです、日本人がな、はい、中村さんからまあ、来シーズンの古川選手に向けてこうアドバイスというかね、いやよくほら前半点取らないで最後やばいと思ったら来るわけよ、うん、最初からやばいと思っていけないからなってな本当にやばくなったら来る必ず来るわけ。どういうゲームではもうダメかなと思うとこから
古川は来る、うん、俺は見ててバッタリお前最初から行くよ最初から気合い入れてな俺だ俺だってどけどけ俺ねそこのけそこのけダンプが通るがいいの好き俺にってやってくれれば、うん、もっとないいかなってどんな疲れてもなさあ来いでその力は俺あると思うよあの土壇場であれだけのことできるんだからな、うん、などうですか気持ちが、はい、弱かったんですかね何、はい、ですかねなんか最初こうねいいかなってこうでもね俺最初から言ってほしいな、うん、いやそういう時もあったけれども、うん、あやっぱり40分だよ、はい、エースだから、うん、特にな、うん、特にもうエースだからしゃあねえじゃんこれはみんな期待してんな、うん、あのな見てるのみんな期待してるよなねえ古川もなほら拍手がちょっと待って試技の時よりも多いなそうですねさあっていうのもあるんですけどな全然レベルが違ったぞってでもエースだからこれはもうしょうがないんだエースねでマークもきつくなるし、はい、悪どいファールもしてくるし審判に隠れてなちょこちょこもいたずらもしてくるからけどしょうがないんだから、はい、なでもそっかずっとやるってよ覚えておけよみんななこれ映像に残りますからね残るな、はい、そうだ YouTube にも残りますからということで、うん、はいでは最後にですね、古川選手からブースターの皆さんに一言メッセージをお願いいたしますはい、今シーズンも応援というよりもいつもいつもお話をさせてもらうんですけども一緒に戦っていただいてありがとうございました、レギュラーシーズンいい時も悪い時も皆さんの支えのおかげで僕らは戦い抜くことができましたし改めて皆さんの支えがあるからこそのハピネッツなんだなと実感するシーズンでした、まだまだ、ハピネッツは成長していくチームだと思いますし皆さんの力が間違いなく必要だと思うので、引き続きハピネッツのことを支えていただけたらなと思います、今シーズンありがとうございました本当にお疲れ様でした、うん、はい、じゃあご近所ハピネッツのコーナーは以上で終了なんですが番組の最後まで古川選手には一緒にお話ししていただきますのでこの後ブラブリッツのコーナーとかにもぜひ一緒にはい、はい、どんどん入ってきてくださいお願いします、はい、勝てないんだよ最近サッカーいやそんなことないですよはいということで後ほどねブラーの話引き分け負けだもんなゆっくりブラーの話ねコーナーでやりますのでね